Kuma Fishing Club。 11月21日、ユウマズメから夜釣り。今回は、前にヘダイが爆釣りだったところに来ています。それではスタートします。西日で見えにくくてすみません。です。アラカブでした。何か重たいのがヒットです。アラカブが水草と一緒でした。今回は、釣れる気がしないので、夜釣りの場所に移動します。カメラが回っていませんでした。慌ててスイッチ入れました。今回は、この一匹だけ持ち帰りました。11月28日、夜釣り。アジを狙いに来ました。街灯もついて、いい感じです。味ではないものが、ヒットです。キビレでした。確保します。
あたりです。空振りでした。ヒットです。味でした。今回は食いが悪いみたいです。ヒットです。暗く見づらくてすみません。味でした。ヒットです。これ違うね。また見えか違うな。かなりいい型です。雨が止まっていってるぞ。あ、バレた。尻尾抜けた。あ、まだおる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 。暗くて映っていませんね。声で想像してください。ちぎるかもしれんな。網いるばいこれ。うん、いらんか。うん、こんまいくらい。あ、抜けた抜けた。切れたかな、どっちかな。残念ながら針外れです。切れたかもしれない。抜けたか。帰る支度していたら釣りれました。ひびれが多いみたいです。動画に撮れていませんが、瞬殺で張り付きっていった化け物もいました。寒くてこれで脳幹です。今回の釣果です。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。